倉シティ様邸雑草対策目隠しウッドデッキ外構工事1。ホームページをご覧になった鎌倉市の T 様よりお庭の雑草に困っているとのご連絡をいただきました。リビングの大きな窓から見えるお庭はガーデニングのために新築当時より土のまま残していたそうです。ところがみるみるうちにドクダミや杉菜が庭中に生え、奥様の手には負えないので助けてほしいというご相談でした。お庭は南側道路に接していて日当たりが良く、建物の周りにもびっしりと雑草が生えていました。雑草対策と同時にリビングから子供さんが遊んでいる姿を眺められるウッドデッキが欲しいというご要望もありました。そこでプールで水遊びができるようゆとりを持った大きさのウッドデッキを提案いたしました。お部屋の中から見るとリビングと一体的に広く感じられ、隣にもう一部屋あるようです。目隠しのために同じ素材でウッドフェンスも設置し、化粧砂利も敷きました。歩く音が聞こえるため防犯対策にもなります。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤルは 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。